電量は、例の網目の一つ。養老令では9番目に位置して、全37条から成り立つ。水骨旗缶の中に、電ただしが含まれていることから、中国では、旗の時代にはすでに電池に関連した法令が整備、されていたことがわかるが、電量の名称を持つ法令が登場するのは、隋の海王令が初めてである。養老令には、電素の税率や納入時期、 区分田の半殿収受や管理、遺伝、食分田、光田、子田、光田、神田、寺田、関田、液殿、園地、宅地、セリ田、寝室地、後配田などの規定が設けられている。宅地と園地のみは売買を許されていたが、区分田や遺伝、食分田などは売買は禁止されて、厳格な条件下で1年単位での賃貸借のみが許されていた。 大法令は現存する一文からは6年一般や、後輩伝に関する規定において異なる部分があるものの、養老令の規定と基本的には同じであったとみられる。また、天平15年には根伝永年資材法が施行されているにもかかわらず、養老令にはその影響が見られないことからも、大法令から養老令に変わるときに大きな変更がなかったことが裏付けられる。また、 随いや等の電量と異なり、大宝霊、養老霊の電量は、営業電の規定を導入しなかったこと、霊全体の後半部分ではなく、前半部分に網目の順番を移していることも特徴と言える。ABCD しかみ、国史大辞典、ハット ABCD 島、平安時代史辞典、ハット ABCA のもと、日本史大辞典。ありがとうございます。